コメント来てた。コメントランダム企画第7弾やってくれたらチャンネル登録します。分かってきたね。ハローエブリワン、フォーエグザンポー、どうもコスです。ということで本日はですね、夏休み特別企画コメントランダム企画第7弾やっていこうと思います。ということで前回の動画見てくださった方ありがとうございました。まだ見てない方は下の概要欄から見てきてください。ということで夏休み特別企画もあと残り2回となりました。前回のコメントランダム企画をもう皆さんたくさんご視聴いただきありがとうございます。今回のこの動画も1万5000回再生おわ500高評価で続編出したいと思いますので、皆様今のうちに高評価よろしくお願いいたします。で今回のコメント応募総数は182件ということで、すごいですよ本当に。ありがとうございますいつも。ということでね、夏休みももう終盤に入ってきますので、こちらの動画で楽しんでいただければと思います。それでは早速いきましょう。コメント来てた。構え解除パーティーで粉砕しましょう。バルドルぶっ潰そうぜ。左から、ジェネリック構え会場お兄ちゃん、エールコネクター酒飲みイケメン、カチューシャみたいなのつけてる目細い人、新キャラ、あーバルドルは来ねえか。ただ、ルサタトゥーンがいるね。青版なんてさ、ガチで PVP で使ったことないんだけど。見てこの札。これはグラクロですか？流星立て！流星立て！あ、でも、マジメリがさ、天地開闢するかもね、これ。あれ？エールコネクト？うわ、これさ、もう、ためためお兄ちゃんだよね。さすがにね。流星立て！流星立て！おぉ、いや、わ？死なないよ。あぶねえ。これで飛ばせなかったら負けです。おぉ、ちゅんよ。わぁ、ほえー、結論、完全無欠のお兄ちゃん大ちゃんアヒブ。コメント来てた。甲子園ベスト4の神村学園の看護学校に通っているので看護師みたいなキャラで PVP お願いします。甲子園優勝おめでとう。ちょっと待って、看護師みたいなキャラって何？左から新卒看護師、筋トレ系看護師、目細系、このなんかリボンが看護師っぽいさ、ほら看護師ってなんか帽子ね、おつぼね。俺さ、マジでおつぼねの漢字読めなくて、お曲ってずっと言ってた。おっと、これ中身なしじゃない？おおごが、え、待って待って待って、そこをさ、危ねえよ、マジでさ。やった！なんで？よ、お前負けたら勝てねって。わかった、ここ。目細看護師に全てを託そう。あ、弱。ちょ、聞いた。弱すぎるって。結論、医療従事者はみんなすごい。コメント来てた。昔の貫通パで勝ったらチャンネル登録します。ルガール入りでいい？左から、数多くのプレイヤーを引退に追い込んだ男、松崎しげる、正統派女優、裏からラグバン。待て、上を取られたら負ける未来しか見えないぞ。おい何をしたんの。おはははは、はい、もう無理だって、勝てないって。おらなんかよ、おい、なんだこれ。いや、これオメガルガールだけでぶっ飛ばせって話ね。危ねえぜマジで、ボロねえぜ。もっと大きい山を狙いませんか。最もフェディッシュで、最もリズミカルに、そして最もスパニッシュなやつを狙いませんか。ちょ、最近ハマってるよね、なんだっけ、名前出てこない、スパニッシュ山中みたいな。ちょ、このネタ分かる人いるかな。うわっ、うわっ、なんか来た。いや、厳しいかなこれ。これルガール行かないでね、マジでマジで。頼むぞ頼むぞ。おわたんごブレバンゴ。うわー、結論、面白いネットフリックスの動画あったら教えてください。コメント来てた。 R キャラだけで勝ったらチャンネル登録します。無理。ということで、こちらが白肌上げ放題キャンペーンです。いや、勝てるわけがないよ、言っとくけど。ほら、相手も中身ありで、え、これは何のパーティーですかって迷ってますからね。ほらほら、札選び迷ってんだよ、この編成に。何か裏があるんじゃないかって思ってるからね。よ、弱すぎだってお前。
もう人思いにやってくれ、単体攻撃なんてせず。怪獣飯かいお前あ、弱すぎたポッシャ。おい、勝った。えぇ、結論八百長発生。コメント来てた。オール LR パーティーで勝ったらチャンネル登録します。まあ、これはいけますよね。左から初代ぶっ壊れデコッパチ三太郎、バロシュスプリンセス天候、バルドルか、ドルバルいんのやだな。いや、これ貯められねえしな、ぶっちゃけ。え、構えてこないの？え、マジで？え、ワンチャン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 。え、待って、ワンチャン？いけ。あ、無理か。いや、これバルドル落とせるぜ。いけ。オープンねー勝った、勝ったんだけど何これ、あれ、おいわ結論、俺ならいけると信じてた。コメント来てた。バルドルとリュウゼットとパーティーで行ってほしいです。え、こいつら以外は入れちゃダメってことね。ということで、こちらがダブルリュウゼットとパーティーです。え、マジで。ロッキークッキー、よし、ロッキークッキー、もんじゃ焼き。まあ、こいつら攻撃食らえば食らうほど強くなるっていう、典型的なド M 系主人公だから。まあ、これは勝てないよね、普通にね。考えてさ。うわあ、はあ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 、結論無理。コメント来てた。情報修正&下方修正されたキャラで勝ったらチャンネル登録します。承知いたしました。左から1日で情報修正、2日で情報修正、ジェネリック下方修正、2日で下方修正、小室圭。あ、これ無理だな。いやいやいや、待て、戦い方考えれば全然いけるな。だってチャンドラーで構え取りながらボンの必殺打てばいいんでしょ。勝ったな、これ。だって落としきれないっしょ、チャンドラーのこと。ぬるいドラゴンクロー。お、2体いいじゃん。いや、飛ばせると思うんだけどな、これ。我の出番だ。うわ、強っ、危なっ。おへへへへへ。わー、え、かっこよ。結論、バルドル対策は超越者版。コメント来てた。光と闇属性だけのパーティーで勝ったらチャンネル登録します。光と闇のグランドクロスだもんね。左からバルドルキラー、強風オールバック、土日も働くお父さん、タピオカベリオバスン。まーってバルドルいる。おわ強風必殺食べ行こうぜ。これ我の出番だ。ガッチガチの中身ありだね、これ。いや、お父さん食べ行くか、これ。え、まだ攻撃してこない。もしかしてガチロッキー、ゴクモンとは三連休。やべ、飛ばせねえ。ほへえ、お父さん大変だ、すごいありがとう、お父さん。まあ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 、あとはファイナルに任せろって話。うわ、無理か。これ飛ばしたら俺の勝ちです。あ、無理。え、不明と不明のグランドクロス。ほへー、結論、バルドルうざい。コメント来てた。 HP 爆盛りゲレーラで勝ったらチャンネル登録します。やってみましょうか。左から、鬼嫁ゲルダ、スイートビターヴァンパイア、偽お兄ちゃん、おでこだけベジータ。うわ、強くなれる理由を知っちゃった。我の出番だ。え、初手からいい火力出すね。
伊藤。いやー、これ偽鬼狙われるのは分かってるけども、これしかねえな、とりあえず。だよね。隙だらけ。それあんの？無情。なんでなんでなんでそっちに必殺エラシしてんの？お前、俺が悪いんか、これは。我の出番だ。我の出番だ。私を切る。もう無理だって、マジで。結論、バルドルうざい。ラストのコメント来てた。真面目に短期で勝ったらチャンネル登録します。いや、いけるっしょ。ということで、こちらが全てをお前に託したお兄ちゃんパーティーです。バルドルがいる時点で負けです。勝てないね。我の出番だ。はいはい、バルドル、やだ、バルドル、無理。結論、あっけない終わり方。ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。もうね、最後の真面目りはもう今でさえもう1時間ぐらい撮影してるので、こっから真面目りで勝つまでやるって言ったら僕の体力が持ちません。普通に無理です。ということで、すんごいあっけなく終わってしまったんですが、皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。先ほどね言った通り、この動画1万5000回再生は500高評価で、最後、月末最後のね、夏休みの特別企画でランダムコメントパーやっていきたいと思いますので、皆さん今のうちにぜひ高評価よろしくお願いいたします。ということで、この動画が面白いと思ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ということで、次の動画まで、ウーノドーストレス、 Thank you。 はい、ということで、今日も終わりました。こうも、結構ね、最初から続いてきたコメントランダム企画ですが、次が本当にラスト。まあ、毎週やるのはね、たまに定期的にはやっていこうと思いますけど、毎週やるのは、次がラストになりますので、皆さん、また来週お楽しみに待っててください。まあ、来週はね、ちょっとコラボキャラが多分出てくるから、その動画もちょっと多くなると思うんですけれども、ちょっとね、土曜日上げれるかどうかっていうのはあるんですけど、ちょっとやっていこうと思いますので、はい、皆さんいつも本当にありがとうございます。疲れたんで、一回休憩します。ということで、おやすみー。